はい、続きまして安藤さん、はい、楽しく視聴しました。信者番号12です。自分が思っていたジャンボ亭の不思議なことなのですが、はい、ウェッジはマスダゴルフを使う人が多いのですが、パターはマスダゴルフを使用するプロや関係者の方がいないように見受けられますが、マスダさんのパターって有名って印象なのですが、なんでですか？それ質問の回答？パターだって好きなの使ってるからたまたまじゃないですか。そんなこと言ったら僕プロギア僕だけですよ。ああ、違う。ウェッジはさ、ほとんどマスダウェッジなのに、パター、まあ、パターもさ、マスダさんのところでやってるわけじゃん。はいはいはい、でもパター使ってる人いないですよねっていう不思議な。あれ、ジャンボさんが使ってないからじゃない？あ、そうか。それはまあ絶対的にあるよね。単純に今使ってない。まあ前は使ってたけど、使ってる時もあったけど、今は使ってないから、大体口来る人たちはそれ使ってないっていう回答だよね。そういうことだよね。わかんないけど、だって。いや、でもそうだよね。っていうことでしょ。で、もう一つがね、自分も50歳になり、もっと柔らかく、あ、軽く柔らかいシャフトのアイアンが良いと思って、軽く柔らかいシャフトのアイアンを試打することもあるのですが、打ちづらくて、ただ今のアイアンよりもラウンド後半、今のアイアンはか、ラウンド後半には少し振りが鈍く感じるので、ちょっと悩んだりしてます。やはり年のせいなのか、ただラウンド前半での振りすぎで疲れているだけ。今日そのように9番で150ぐらい飛ばしてみたい今日この頃ですということで、軽いやつかな、シャフトを、軽くて柔らかいものにした方がいいのかっていうこと、前半と後半で変わっちゃう、後半まで。いやそれは僕も、それはやっぱ後半になったら疲れる時もあれば、調子に乗ってる時は調子いいけど、やっちゃってる時やっぱ、あのさ、よくこういうさ、前半と後半で重さが違うとか言う人たちいるんだけど、なんで？それはだって疲れるからです、本当に。ただ単に宮下さんもだから50歳なのか分かりますよ。歩きでやってたら歩けねえ。いや、今でも歩けないけど歩きたくないんだけど、やっぱり、前半振りすぎてっていうのもやっぱ分かってるんですよ。だから疲れちゃってるんだと思う、単純に。あとは僕がさっきボソッと言った、やらかしちゃってたら打ちのめされてたら力入んないんですよ。でもクラブ自体が重く変わることないじゃん、別に鉛張ってるわけじゃない。で、体がね、体がもうこっちの問題、こっちの問題、こっちの問題。だったらいいけど、うん、勝手に決めてつけてるけど、単純に前半振りすぎて自己分析してるんですよ。でも僕はまだ軽いクラブにしなくていいと思います。うん、感覚的にね。対策でしょ、それの。しんどいですけど、やっぱ後半になればなるほど体って硬くなるし、疲れると。で、可動範囲も狭くなるんで、やっぱストレッチ、打つ前の準備しっかりしてもらって。僕必ず素振りするでしょ、まあまあ。まあ、もともとトップ入らないタイプだもんね。うるさいって言うの。うるさいって言うの。いや、それはそれでいいんじゃないの、別に。うん、やっぱ体硬くなるし。いや、だから俺さ、クラブがもう後半から重くなったっていう感覚ないの。いや、それは宮下の感覚でしょ。いや、俺あるんですよ。いや、要は後半何歩叩いてもね、クラブが重いって感じることないの。だから軽いの使いすぎってこと、俺。かもね。だからこれでさ、ダイナミックボールで X100 をさ、いや、でもね、俺はそのあそこの梅里でさ、あのダブルス交互のやつでさ、足つった時から、うん、俺は下の使いすぎ、変な使い方すぎて、うん、疲れて、あそこまではすげえ疲れるんだから、うん、疲れてたんだ。でも、あれから、うん、要は下を俺の意識の中ではあんまり使わないで打てば、うん、打っても球飛ぶんだっていうふうに練習で分かって、うん、やるようになってから、うん、クラブが重いとかそういうのは感じなくなった。だからただ単に体の使い方が悪いんじゃないかなと俺思ってる。その厳しく言っちゃうとね、うん、厳しく言うとそうですよ。前半力んでカーって、それがただ単に俺が軽クラブ軽すぎるのかなって俺は思う。俺がね、俺が疲れなくなった理由としては軽いクラブを使っちゃってるから。だから宮下さんがさ、両足で釣っちゃった時にそのテンションが分かったわけじゃん。このぐらいのテンションでいいんじゃん、うん、っていうのが
そしたらさ、両足つってくださいっていう。そうまで言わないけど、だからおそらくそういうことなんだね。まあ、だから頑張りすぎちゃってるってことでしょ。そうそうそう、うん、だってそんなこと言ったら僕だって朝一からさ、ティーショットとセカンドギリギリのクラブで全部満振りしろってなったら、それは後半ヘロヘロになりますよ。まあそういうことだよね、うん、だからじゃあペース配分考えてくださいだよね、さっきね。だから満振りするティーショットはロングだけとか、そういう、でもさ、満振りして楽しむタイプの人だったらさ、なんか申し訳ないですけど、その後半、スコア出したくて満振りばっかする人いないと思うよ。だから力まないテンションでゴルフする日じゃないけど、ホール決めるとか、例えば狭いホールは絶対テンション下げてとか。まあそうだね、これだから前半でこれ振りすぎて疲れてるだけってクエスチョンになってるけど、その可能性もあるから、もうペース配分を、要は 42.195 キロのマラソンするのと一緒なのよ。18ホールの中でいかに、どこに自分がペースをいっぱいいっぱい満振りするところ、攻めるところ、ちょ休むところを決めながら、どこで給水するのかっていうのも決めてラウンドしてくださいってことでいいよね。で、それやっても後半疲れるんだったら、じゃあスペック変えましょうかになるってことね。そのでいいよね。だってジャンボさんだからプラマとか行ってた時とか、いろんなアマチュアの人僕も見てますけど、中にはその例を出すと満振りしかしない人、満振りしかできないんだと思う、うんうん、フルスイングしかできない人っているんですよ。だからもうバーンって振るしかできない人とかだと、本当に後半疲れちゃうと思う。だよね、うん、その辺のペース配分もやっぱり、まあ、練習からやってないとそれはできないけどね。練習でも満振りしかできない人がコース行って、パンと8割でライン出ししてくれなんてやったらできないだろうから、うん、あれなんだけど。だから8割スイングの練習やってもらおうかな。勝手な想像になっちゃうけど。いや、多分安藤さんはね、これ多分もう相当の経験者だから、うん、あれだと思う。もうペース配分だけの問題だと思う。だから、だってここにさ、やっぱり9番で150飛ばしてみたいです、俺と同じように飛ばしてみたいですって言ってる時点でも、多分やっぱりこう、もう飛ばしにかかっちゃってるんだと思うんだけど、じゃなくて別に、僕も9番でマックスで振れば150いくけど、例えば141とかでも9番アイアンで打ちますよ。それがゴルフじゃない、ペース配分も考えながらね。まあ1キーの中ではここはペース落としてとかないけども、やっぱりライン出すときはちょっと大きめのクラブでラインだけ出すとか、そういうことをやってますよって、プロもみんなやってますよって。もうどうせ届かないロングだったら別にティーショット適当じゃないな、もう割っといて、いきなり負けたらバカだから、ちょっと割るぐらいのテンションボーって打っといて、セカンドもどうせ届かないから、そういう感じになる、3打目勝負だから。そういうこと、はい、だから1個言っとくのは、もう満振りしていいのはドライバーだけ、うん、あとはもう満振りする必要ないからね、それでいいよね。ということでいいかな、安藤さんね。チェック入りましたね。まあ、チェック入ったはい、続きまして森田俊成さんというのかな、今日宮下の TK4 様、初めてコメントさせていただきます、ジャンボさんの兄弟子でもある佐藤誠一プロは、ジャンボ店にお顔を出されることあるんですか、クエスチョン。佐藤さんないですね、はい、佐藤誠一プロもトリッキーと言いますか全問答のような格言で非常に勉強になるな、ジャンガチャンネルとして的は外れな質問でごめんなさいっていうことなんだけど、まあサスさんが来ることはないね、うん、もうあくまでここは、ジャンボ亭なんで、まあ、もうサスさんどこにいるんだろうね、習志野でもいるのかね。僕ね、佐藤だから思い出、うん、一回習志野カントリーでみんなで軍団でラウンド行ったんですよ、うん、僕若い時で、佐藤さん、うわーって思ってこう、ここで見てて、人が打ったこと、一言あそこで言ってて、で僕その日に、あ、これうまいや、もう時効だから、時効っていうか、ジャンボさんにスパイクもらったんですよ、うん、僕足のサイズ、その時でかかったから、うん、いや、足のサイズ関係ねえ、いや変わってねえだろ、昔から。何言ってんの、痩せたら足のサイズ1センチ、10キロ以上痩せたら足のサイズが小さくなるんだから、肉が、足の肉変わるんだから、量。いや、そんな肉ついてたの、だってうるさいっつうのあとね、やっぱ10キロ以上、15キロ弱、まあその辺はちょっとアバウトですけど、足が変わるんだって。もともと僕、大きかった時はジャンボさんと一緒だったんだから、足のサイズで、僕最近さ、いや、今でもそうじゃん。いや、だけど最近ジャンボさんはちょっとでかいって言うでし
いや、言わないよ。いや、ちょっとでかいの、ジャンボさん。違う、だってジャンボさん、でかいのが好きなの。ジャンボさんのでかいのが好きなのは、足の甲が高いから、普通のジャンボさんサイズだと、うん、あのタイトルなの。だから、ちょっと一回り大きくしてる。そうそうそう、まあ、だけど、ここでは違うでしょ、だって。足でけえじゃん、昔から。足はでかい。肉付きなんか、そんな大したことねえよ。変わるんだって。俺がそうなんだもん。だって、昔の靴があれ何これってあったんだもん、痩せた時、あのもう10年前ですけど、痩せた時にスニーカーがあれでかくなってる、足に肉つくって相当だよ。だってそうだったんだもん。相当だから、もうやっぱ TK4 なんだ変わるんだって、足のサイズが。10キロ痩せたから足が1センチちっちゃくなるなんて俺聞いたことない。あ、そうね、長さはでかい、長さはでかい、あのこの全体的な話、肉付きの話。だからドラえもんの手みたいなもんだ。そう、もうドラえもんの足バージョンだったってこと。そう、もう足はでかいもん。ただむくみじゃん、それ。そう、そうだと思う。いや、だまあいいんだよ、そんな話はじゃなくて、なんだっけ、佐藤誠一さん、だから佐藤誠一さんの前で、あの、なんだっけ、一番ホール、いきなりワンオン狙うじゃないですか、うん、そこ、左を。ワンブレッシュやん。カーッとやるときに、あの、靴べらが剥がれちゃって、あの、ドーンっていけ。シーンって、靴が剥がれちゃって、あのペタンコペタンコ最悪だよ、最悪だよ、あれ。まあしょうがないよ、だって、まあ、あんま面白くない。だって下手な時だからさ、それはチーピン、だってチーピン、チーピンじゃない、チーピニスは剥がれちゃったの。これ昔チーピニスだと思うね。さあ、変なのよ、チーピニスト、かっこいいね。こういうさ、名前よく考えますよね。チーピニストで戦ってたんだから、こっちは。右の林にチーピニストやつだね。いやいや、本当のチーピニストだったね。小暮はだって どこから後ろから見ても全部左のラフにいたもんね、うん、チーピニスト一番安全な左、チーピニスト小暮で今回最悪だもん。ということで、まあ、サツセイさんはもう来ませんよと。まあでも昔のプロたちはね、もうみんな癖のあるプロが多いから、まあ、話聞いてても面白いよねっていう腰ですね。はい、続きまして、岡田さん、こんにちは、岡田と言います。2回目のコメントです。毎日楽しみに見ています。クラフト小暮先生に聞きたいのですが、はい、昨年友人がツアーステージ GR2014 年がいいと勧めてきました。早速ヤフオクにて仕入れました。しだした結果200ヤードも飛びません。思いっきり右から左へすっ飛んで、左へすごいんです。スペックはロフト 9.5 のシャフトマントリッキー MT6S ヘッドスピード43ぐらい、持ち球ストレートからややドローです。試した結果、ヘッドの先に、約3グラムの鉛を張って10度くらいフェースを開いて20ヤードくらいのフックですと。自分としてはもうダメだとバックから抜いていましたところ、昨年のジャンガコンペの中でメシアイプロが GR のドライバーを使用してましたね。それを見てまた使おうか試案中です。ダメと言いましたけど打感がいいんです。小暮先生、何かいい案ないですか。シャフト交換ならばどんなシャフト。長文でごめんなさい。追伸、以前どなたか無双に変わるシャフトジオテックシャフトを紹介してくれましたよね。ありがとうございました。早速購入し作りました。シャフトプロトタイプ FR5 の SR の振動数260、ヘッドがジャスティックプロシード、聞いたことないけど何だろう、 TCRVI460cc 47インチ仕上げました。グリップ下巻きは小暮先生もどき、かなり飛びます。キャリーでレンジボールで250ヤードくらい飛んでます。今のところナンバーワンですということで、ツアーステージの GR2014 もう200ヤードも飛びませんから、でもメッサン使ってたから何とか使いたいんだって。メッサンはね、長尺にしたんですよ、長くしたんです、あれ。セブンドリバーズにして、あ、そういうこと。でもメッサンあのドライバーのいいって言うよね、なんか知らないけど。でメッサンはあれ、最近寝かしたっす。あ、ロフトつけた。ロフトつけた。あれはロフトつくの？あのガチャガチャできるっす。できるんだ。初めてガチャガチャしたって今までで。じゃあこの人ももし使いたいんだったら、メッサンもだからロフトつけたんだって。じゃあ小暮からの意見としては、ロフトをつけて、シャフト交換とか
シャフト交換ならばどんなシャフトがいいでしょうか。どんなシャフトとかはちょっとそれはねこう言えないですよ。ただメッさんの真似だったら、メッさんはその今セブンドリアーズさん入ってますけど、前はずっとアタスだったっす。そうだよね、うん、メッさんはアタスだった。でまあロフトをつけるっていうのは一つのポイントかな、うん、ね。ロフトをつけてだって200ヤードも飛ばないドライバーって落っこってるしか考えられないの。いや曲げて200しかいけない。俺の番長のあれ打ったグローレ、M グローレ打った時みたいなもんでしょ、うん、バカーンって左に曲がってる。だからもうスピン量ないから多分ああいう現象が起きると思う。ロフトつければ左に行くあのその力が上に加わるから、そんな左、そういう言い方して分かるかな。分かんないでしょ今の言い方。全然分かんない。ロフトつければつけるほどその左に行く力が上に加わる方向が変わるから、面が。だからサンドウェッジで強烈なチピン打ってって打てないでしょ。そういう話したでしょ。あ、したした。そう、そういうこと。ロフトつければこの左右の散らばりのスピン量が上に向かうから。あ、ロフトつければつければドライバーでもその歌詞上に行きますからね。つけすぎたら吹いちゃうっていう。でもこっちはなくなる。よっぽど変な動きしなければね。止まんないでよ。まあ変な動きしなければねって言っとけば別にいいよ、うん、俺だって番長のいくらロフトつけようがないでしょうがチピンしか出ないの。あれでも立ってんだから皆さん、あのグローリーからすれば今成さん立ってるだ。立ってる方なんだ。そう 10.5 でしょあれ。宮下さんだって11.5じゃん。いや違う。まあいいや、まあ、それはいいや。だからじゃあロフトつけて、うん、まあシャフトは自分の好きなのでいいけど、うん、メッシさんはちなみにアッタスで。アッタスだったっす。メッシさんの例だった。アッタス使ってました。でちょっと長めに一番初期ことね、うん、でそれでちょっとやってみたらどうかということでいいよね、うん、はい、続きまして水野大好きマンさんですと、はい、教祖宮下様 TK4 小暮様動画配信お疲れ様です、去年7月から14年ぶりにゴルフを再開し、ジャンガに出会ってハマってしまい、仕事が終わって帰宅し動画を見るのが楽しみになっています。初めて質問させていただきます。アイアンのシャフトのことです、はい、私はアイアンを2セット持っており、一つは社会人になり初めて買ったミズノの T ゾイド、MX15 3番アイアンからピッチングエッジで、シャフトは全て NS950GH の S、もう一つは先月冬の練習用に、マッスルバックを打ってみたくなり中古で購入した同じくミズノのMP33 ツアーアイアンからピッチングエッジで、シャフトは全てダイナミックゴールドの S200 ですと、本番のラウンドは慣れている T ゾイドの方でラウンドし、MP33 はあくまで練習用のつもりだったのですが、 MP33 の方で少しめくり上がるような球が打てるようになってきたら T ゾイドの弾道がやたらと高くなってしまい悩んでます。7番で以前のピッチングエッジ並みに高くなってしまいます。落下点は以前と変わらないので低めに打てれば飛距離が伸ばせるかもと考えているのですが、打ち方を変えると MP33 が打てなくなりそうで、リシャフトでなんとかならないかと考えています。あ、そういうこと。先日沖野プロのクラブのクラフト動画の中で硬い重いシャフトの方が弾道が低くなるとおっしゃっていたと思うのですが、違うね、いたと思うのですが、カッツが言ってたの違うよね。軽くて硬いと低くならないですかって言ってたよね。そう、僕のやつのね、うん、棒玉になっちゃう、うん、はい、硬い重い、もしかしたらちょっとあれかな、勘違いしてるかなと思うのですが、例えばモーダスの105や120、ダイナミックゴールド等に変えたとしても弾道は変わるものなのでしょうか。初めての質問で長文となり大変申し訳ありませんが、お暇な時にでもアドバイスいただけるとありがたいですということで、MP がいい感じでめくれてくると、今までのエースのやつがね、うん、T ゾイドが、満タカになっちゃう。はいはい、わかりますよ、それは。で、そっちの方をこういい形で、T ゾイドをいい形で取っていくと、MP が今度は打てなくなる、低くなっちゃう。で、リシャフトになんとかならないかと考えてます。いや、でもね、もうね、ヘッドのもう構造がだって違うんで、MP だと、多分マッスルバックでしょ、うん、マッスルバックっていうか、その T ゾーンの方が優しい、うん、
で MP でしょ。だから MP だとちょっとこう上げに行かなきゃいけない球が入ると思う。スイングが要するに変わったんだと思うんですよ、うん、上げに行かなきゃいけない動きで、 T ゾーンだとその動きするともっと上がっちゃう、うん、あっていうこと。いや、うん、MP をずっと練習で打ってて、うん、強烈なダウンブローでめくり上がるようになっちゃって、うん、それで T ゾイドにしたらもうその打ち方したらバーンってめくれちゃうぐらいのイメージなんだけど、そうじゃない、ちょっとやっぱり上げようとしてるってこと。俺はそう思っちゃう。だって俺だってダウンブローでめくれるスイングってプロあのいないじゃん今の時代。あのボールもあんなボール、今のボールだし、MP にこうだからリシャフトでなんとかならないですかって。なんとかなるかちょっとは変わると思う。少しは先上手のとかにしてさ、ヘッド効くようにしてさ、こういう。これは何、じゃあどうなのこれ、練習用の MP は、うん、いいの。だからね、あのね、あのその辺はね、だからスイング変わっちゃったらダメでしょ。僕はスイングかあの MP で練習してたらスイングが変わって、 T ゾーンの時のスイングじゃないんですよ。もうそのクラブで練習しちゃってるとスイング変わるんで。ってことはじゃあ日本で練習しちゃダメってこと。いやダメだからさ、だからその例えば東京用大阪用のセットだったらまあそれはしょうがないけど、似たようなのがいいっすよね、どうしてかって。でも MP もだからこれもう打感がいいから使いたいんでしょ。だからこれをT ゾイドの方に近づけるにはっていうニュアンスなのかな、もしかしたら。そしたらあのリシャフトでどうにかにはなりますよ。だけど一瞬にはならないですよ結局は。シャフト変えたところで例えば MP が上がりづらい、まあ例えばだから MP でリシャフトして MP でバンバン打ってたり、うん、T ゾイドにしたらまた同じ現象起こるってことでしょ、うん、だからにさせる、うん、起こりやすいですね。絶対起こるよね、やっぱヘッドがもうそういう違うから。そうだよね、やっぱ物が違うから似させる、似させようとはしますよ。じゃあこのシャフト入れてみましょう。だけど T ゾイドとその MP が同じ打った感じで同じ打った出玉になるとは、あとはロフトを変えるしかない。 T ゾイド立てちゃうとか前飛んじゃうけどね。その細かい微調整はできますよ。でも皆さん、リシャフトだけじゃなくてバランス変えたりとか振った感変えたりとかそういうのはできますからね。あとロフトライン、じゃあなんどんな回答してあげるのがいいんだろうねこの人ね。だから例えばモーダス105や120ダイナミックゴールド等に変えたとしても弾道は変わるものなのでしょうか。弾道は変わる、まあ、変わあのシャフトによって弾道は変わるだろうけど、だからまあじゃあぶっちゃけさ、うん、この T ゾイドって俺どんなアイアンか知らないけど、うん、キャビティでしょ基本。そうですね、キャビティだと、まあ、僕もそんな感覚で、マッスルバックとキャビティってマッスルバックで打ってるからいいっていうことじゃない。例えばさ、うん、いやマッスルバックは球上がりづらくてある程度こうヘッドスピードがあって吹けるぐらいあのマッスルバックでやってるとみんなスイングが良くなるみたいなイメージが多いじゃん、まあ、だから難しいアイアンで練習するみたいな人たち結構いたじゃん、うん、まあ、スイートスポットが狭いんですよ極論言ったら。そうだよね、芯が少ないってことでしょ、うん、でもさこれを戻った時にさキャビティに戻った時にさ上がるだけ上がっちゃって、まあ、距離は変わってないんだろうけど、うん、っていうことはさ、うん、クラブが違うじゃん、合ってないじゃんっていうことになる。いやでもね、あ、ほんとね、またちょっと待ってね、これは話はごちゃごちゃするよ。あのね、距離が変わってなくて上がるようになってるところじゃん、いいじゃんって感じするんですよ。いいじゃん、7番アイアンで9番ぐらい上がっちゃうって言ってるの。でも距離変わんないんでしょ。うん、いいじゃないですか。そんなのちょっとかぶせればいいじゃないですか、スイングになると。ゴルフって、あの、球を抑えられた人が方が上手いっていう人も言うじゃないですか。だから上がっちゃうんだったら抑える練習すればいいんですよ別に。あの全部が全部同じ練習場だから全部が全部同じスイングするわけで、クラブの確認にはなるけど、
抑えるはちょっとレベル高すぎると思うんだけど、うん、あの要は球が上がらない人と抑えてる人って違うじゃん、うん、違いますよ、違うじゃん、だからそこがさ難しくない？いや僕は別にあの無理に何ていうのリシャフト MP をリシャフトする必要はないと思う。あ、ないと思うね、うんうん、物が違うんだから打ち方は違いますよって。でも MP の打ち方をしてたら T ゾーンで上がっちゃう。それはそうです。それはもうそうなんですよ。それはもうしょうがないことでしょ。しょうがないし、だから上がるんだったらあそれのスイングス逆に勉強すればいいかなと。こんなこと言ったらさ MP でさ、MP どっちのクラブでもいいんですけど、ローボールの練習するとかさ、上がっちゃう方で練習し、あの低い球打つってね。うん、まあ、だからこの人も言ってるんだよ、ちょっと低めに打てれば飛距離伸ばせるのかもと考えているのですが、打ち方を変えると今度は MP が打てなくなりそうで、なんかリシャフトでなんとかならないかなって考えたんだろうね、うんうん、打ち方って1個じゃないから、まずそもそも、ね、うん、状況判断で打ち方って変わるものだから、練習場で1つの打ち方を練習してコースは応用なんで、その応用を練習してくださいって言いたい、抑えた打ち方は。難しいね、こういう2つ持って違うのクラブ使ってる人たちってね、うん、じゃあ自分だったらどうします、この自分だったら、まあ、しないとしても自分だったらどうします。 MP は使わない。ああ、そっちの選択だ、もう完全にね、うん、俺は MP は使わないと思う。じゃあ、あのもう感覚的にマッスルバックとキャビティって全く違う感覚なの、うん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 、違う感覚のものをこっちの方が要はいるけど、こういうスイートスプットのちっちゃいもので練習していれば、あの自分 の, そのキャビティに変えた時に優しくなるっていう考え方の人たち多いと思うけど、俺はこっちの自分の本当に使うクラブでナイスショットが打てれば MP だろうが何だろう関係ないと思ってるから、あの MP は打たないと、マッスルは使わないと思う、逆に 俺はね。だからリシャフトうんぬんの前に、うん、まずこっちのクラブと例えば練習用にしたいんだったら、練習用にもう一本持ちたいっていうんだったら、これと同じクラブをちょっとヘッドバランスを重くしてみるとか、うん、総重量をちょっと重くしてにのクラブを買う、うん、俺はね、うん、それは合ってるかどうか知らんよ。いや別にだって僕と宮下さんの意見なんだもん、うん、これの頃はジャンガーチャンネルはあまりにもマッスルバックとあれがちょっとキャビティ、うん、キャビティが違いすぎるかなっていうのを感じてるから、うん、だからこれキャビティとまたこの中空のあれだったらまた違うかもしれないけど、うん、っていう感覚、もうマッスルは俺もう大っ嫌いだから、うん、下のマッスル以外はマッスル俺大っ嫌いだから、うん、いやいいです、それを着たかった、うん、俺はそうするね、俺だったら。で僕だったらあの MP は MP 用のスイング、うん、T ゾイドは T ゾイドのスイングってこと言うと分かったでしょ、うん、一緒のスイングしようと思わないの、まあ、そういうことね。で無理にリシャストとかいらないと思うんですよね。そうだよね、うん、わざわざね、だって見させる、うん、見させ、でもさ見させたいんだからしていいですよ、まあ、それたらやるのは自由だやるのは自由だから、そりゃそうだけど、やめって言っちゃうとさ、したかったのにって思われたらさ、うんうん、っていうことにしとこうね。そう、それではこういうかあの回答というかトークしましたけど、うん、やりたいのは別にダメ、あの僕やっちゃダメって僕言ってないですからね、まあ、今まで、うん、ダメってあるんだよね、ちょっと、うんうん、っていうことでいいね、一回ね、はい、もうやりたかったらやってくださいってことね、はいはい、はい、ということで、はい、ゴルファー山猿さんです。はい、南海の黒ひょう、レイセフォー宮下様、TK4 2009様、お疲れ様です。37番です。前回の理想のスイングの感覚がつかめたのに、はい、できなくなった相談にお答えくださりありがとうございました。未だ感覚が戻っておりませんが、またいつか戻れると信じ頑張ります。2つ質問なのですが、はい、自分はアーリーリリースから、フォローでチキンウィングになってしまいました。ちょっと待って、何それチキンウィング、アーリーリリースからフォローでチキンウィング、今さ
ちょっと待って、ふざけ笑っていいのか、真面目に、今真面目に言ってるでしょ、うん、真面目に考えてるでしょ、うん、チキンウィングってことは伸びてないんじゃない、縮こまっちゃってんじゃない、キン肉マンのあれでしょ、こうあの腕がこう後ろにこうなっちゃうってことでしょ、チキンウィングって、あ、そう、キン肉マン、ちょっと待って、まあ、読んでいくよ、右手の角度を保ちながら打つには、トップからインパクトにかけて左手の甲を地面に向けるイメージが良いのでしょうか、ちょっと待って、チキンウィングってもしかして引けのこと言ってる、だからそうそう、だからこういう、左手の甲はインパクトにかけて、地面を向けるイメージが良いのでしょうか、それ以外で他に角度を維持する方法がありましたらご教授願います。ね、ちょっと待って、ね、甲が地面は俺はないと思う、俺はこれはないと思う、あ、でも意識してもどうなのかの話は別よもうそれ言い出しちゃったですよだからグリップにもよるのよね、これそう、それを言い出しちゃったね、フックグリップで、フックグリップで地面向いてたら、ね、えらいことよ、ウィークで握ってる人が地面を向いてくるようにっていうのは別に悪くないと思うよ、ある程度こうやって握ってる人間がこうやって向けてきちゃったら絶対、でも俺もフックでシャットに作ったって下向くことはないもんな、で、えで、まあ、で、いきましょう、オルファ山猿さん、トリッキーだから、トリッキー認証与えないでくださいまず、この甲は下はないじゃないですか、ない、で、あ、ちょっと待って、インパクト、あ、そうだね、インパクトからフォローにかけてそのイメージだったら分かるけど、トップからインパクトだもんね、そのイメージない、インパクトからカーンのイメージはね、もう宮下さん出しちゃったよ、インパクトからフォローにかけては左手の甲が下向くイメージってすっげえいいと思うんだけど、トップからインパクトにかけて、これ逆余計アリリリースになっちゃうよ、この人ね、ちょっと待って、これが、向けるイメージが良いのでしょうか、あんまり良いと思いませんね、はい、ね、でそれ以外で、あ、違うか、そうか、それ以外で角度を維持する方法、これ右手の角度を保つ、うん、維持する方法ってことだね、これね、一つ目ね、あら、また難しい、これね、難しいですよ、これさ、最初からアドレスで右手を俺こうやって、俺はこうじゃないけど、うん、こういうふうに開いちゃってる人が、うん、右手の角度を意識しろって言ってもダメなの、うん、こう握ってる人はこういう使い方してこない限りインパクトフェース合わないんだ、うん、グリップにもよりますよ、グリップにもよるのよね、で、難しいな、これ角度ってさ、みんなこの角度をさ、言うけどさ、この角度をね、この角度より、俺こっちの角度だと思うの、そうですよ、硬いですね、うん、硬いよ、硬くない、こうやってクロウヘッド立ってきてる、カーンってこれをこういう、こういう、これでキープじゃないからね、うん、こうだから、どっちかって言ったらこっちだから、ね、これでキープ、じゃあ説明、硬いもん、僕が硬い、俺こうやって使っちゃうからそう、イメージはこうだけど、こうですもんね、うん、だから、こうのイメージじゃなくて、こっちですからね、そう、こう、これが角度だ、こっちじゃなくてね、これだと寝転がりこれね、デュータも言ってた、みんな角度って言うと、みんなこうやって意識するから、だからハンドファーストでこんなになっちゃうんだ、こういうな、うん、手出ちゃうんです、こうやって、だからこうやって右サイドもある程度こうやって、うん、これない右手の角度はこうですからね、そうなの、それだけ、これだけです、これか、この角度じゃないから、こっちじゃないから、こっちですから、そうそう、このこっち、こっちだから、これをもうこう、これがコックだから、あ、硬いね、硬くないよね、言いたかなんで、そう、ちょっともうね、うん、それをまず、あ、でも、知ってますよだったらすいませんだけど、だってそしたらまた変わるよ、イメージ、そうだよね、で、これが分かってたら質問してこないな、その場合いいと思うんだよ、うん、だから乗る角度キープするってもう本当多分みんなこうやって思っちゃってるんだよね、うんうんうん、こういう風にね、こうだもんね、
だから何かであったんでちょっと質問まだ来てないあれかな、やってない質問だと思うんだけど、右手と親指のここで押し込むイメージですかみたいなアプローチかなんか言ってたんだけど、俺それは間違いだと思うんだよね。小指なんだよね。小指というかイメージ的にはこの手首の手根骨のこの一番外側の骨なんだよね、押し込んでくるのって。じゃないとここで使うとこういう動きができちゃうから、それこそこのコックがないやつだ。どっちかって言ったら親指と小指、これね、この使い方なんか気持ち悪いな。いやでもこれ言っとこう、ついでに、はい、本当コックをちょっと勘違いしてる人多いと思う、うん、これがコックじゃないから、角度キープじゃないから、これがキープだから、これだったらさ何歩でも浮かしたってキープできるって。一番力入るやつね、これ。いや違う宮下さんがね。いや俺は解放するから。いや余計なこと言うんじゃない。俺はでもアプローチは絶対にこうだからね。わかりますよ。このイメージじゃなくて俺はこっちだ、うん、こっちのイメージだとこれでもできちゃうから、うん、小指と親指つけたイメージだと立ってくるイメージができると思う、うん、あ初めて言っちゃった。これは特別動画です、ね、初めて言っちゃった。特別動画にしたから、ね、でもさ、あまりにもさ、こうコックというかこうキープを維持するあの人が多い、あのイメージする人多いから、うん、ちょっと言っとこう、これね、っていうことですよと、うん、ね、うん、キープするっていうのはね、うん、で、まあ、それだけにしとこう、とりあえずね、うん、で2つ目、私はスコッティ・キャメロンのピン型パターを使ってます、はい、かっこよさと打感の良さで購入しました、うん、ある日先輩にピン型なのにマレット型の打ち方をしていると言われました、はい、ピン型のイントゥインでのストロークで、ストロークで打つにはどのようにすればいいでしょうか、ご回答よろしくお願いします。ピン型のイントゥイン、ピン型もマレットも多分基本的には動き一緒でしょ。違いますよ。いや、あれよ、そのヘッドの動かし方よ。フェイスバランスじゃなかったら別だけど、マレットはフェイスバランスでピンがっていうイメージで言ってると思う。だって打ち方が違うって言い方だから。俺分からない、これこれね、もうただ扇形に行く。藤田博之選手のイメージで打ってくれってことだよね。藤田さんはでもね、俺からすればね、ちょっとダンブロちょっとトリッキーなんだよね。いや、分かる。ダンブこうなんか扇形の意識っていうよりもこうね、うん、分かる。言いたいことは分からない。だからね、最初のさ、30-40cmを無回転で、無回転で生かして、ツルツルのイメージなの、うん。ボールがそのままトゥッていってる、うん。それはイメージ。宮下さんは、ベロベロベロ。それお前のロングパッド。俺、スターンなんだ。これね、宮下さんね、で、この答えはね、僕の答えでいいですよね。うん、だって俺、ピン型使ったことないの。ね、かぶせないけどな。でいいんだから。パターはね、もうね、入ればいいんですよ。好きな打ち方して。パターこそ、ショットじゃないけど。そうそう、この間ね、番長にはさ、こういうのはこう、本当にはこういう動き方に動くのが動かしやすいんですよとか言ったけど、動かし方なんか何だっていいんだから、ね。何だっていいんですよ。だから、ただ基本はあるってこと。まあ、セオリーはあるけど。でも先輩に言われたってね。あのピン型の打ち方してねえよお前って言われちゃったんだ。言われちゃったんだけど、でも本来はどうやって動かしたら理想ですかっていうことだから、理想だから細かいよ、アマチュアは。いやいや、あ、そっか、そういうアマチュアになんなきゃいけないわけね。だからでも自分がそういう打ち方をしてるのがそれが理想なんだから変えなくていいですよ。答えじゃない、だって変えたら打てないから。いや、打てないんだけど、うん、本来だからピン型の性能を言うとさ、うん、例えばこの間番長の時やったけど、こうやってあの振り子みたいにやったら、うん、こうやってヘッドが返るじゃない、うん、こうやってヘッドが重いから、うん、重い方が先に来るじゃない、うん、だからパターの重心が違うから、うんうん、その本来ならそのまっすぐ上げようと上げづらいはずなの、うん、ピンは上げづらいよね。だから自然と的にこういうちょっとインサイドね、うん、だからこの人も多分本当は分かってるんだろうけど、うん、イントゥインね、うん、がベストだよっていうことなんだけど、うん、ストロークで打つにはどのようにすればいいのでしょうか。イントゥインに打つにはどのようにすれば、トリッキーなこと言っちゃうよ。もう言って、もう TK4 なんだからいい。だから
ショットにも書いてくださいね。パターもショットにも書いてくださいね。インサイドからスライス打つの、こうやってインサイドから入れてスライス打てばちょうどピンのいい動きになる。だからこうみんなね、こういうねパターの動きだからやりましょうか。パターなんかないじゃん。ピンパターなんかあるでしょ。ピンなんかだって使ってねえ、ジャムさんも使わねえじゃん。いや、ピンタイプならあるけど。あ、ピンあるピンあるまたパター動画になっちゃったよ。これネスじゃないですか。え、あ、そこから撮ります。ほんとヘッドだけですか。うん、いや、これは僕だからまっすぐまっすぐの動きやってる今わざと、やっぱ分かりました。でも僕その多分こういうふうに言ってて先輩に言われてるんだと思う。多分そうだね。でもピンだったら本来だったらっていうかちょっとこう上げてこういう動き、うん、分かります、うん、僕は理想なんじゃないですか。ちょっとインサイドとこう。イメージ的にはちょっとスライス回転かけてあげるぐらいのイメージ。じゃあちょっと大げさにやります。大げさにやって大げさにやるとこういう感じで、藤井さんのところの打ち方はちょっと俺がやっていいのかな。ちょっとさ、ちょっとこういうターンってイメージ。そうだよね。で、だから打ち方は別に、だからスライスしたらほらこう、俺困った時スライス書いてたから。一番やっちゃいけないのが小さいからこういう動きだから。アプローチもそうですけど、やっぱねこういう動きはもう距離感も何もない。出しちゃうやつね。そう、どっちかっていうと青木さんっぽいやつ。何それ。知らないし、その辺は知らない。スルスルスル。そういうことじゃないの。で僕ピンはね、でもね、なんかね、打ち方気にしちゃうから使わないな、あんまり。まあ、もう打ち方はそういうのが性能的にはいいよって言われてるけど、うん、そこまで意識して、うん、そういうストロークにする必要ないよっていうことでいいよね、うん、自分の一番そう入りやすい球の出球を揃えやすい打ち方をやっ、まっすぐまっすぐ。今ちょっと操作あったでしょ。でもね、やめてよ、いちいち。結構で結果的、俺ほら、もうすぐ気にするタイプだからさ。ラウンド中にさ、お前にアドバイスできないの分かるだろ。いやいや、そんなこと、じゃあ、ちょっと待って。今言わないでじゃなくて、言いたいのが、言わせて一言。僕はパターするときにヘッドは見ません。カップとボール、そこに入れるんだもん。入んねんけど。ということにしておきます。ほら、お前だってお前言われたら嫌だろ。えそれをね、その言われたら嫌なのをね、俺はバンタム言われるから球当たんなくなってきたんだからね、もう十何年前。でもね、俺聞いてないから。さっきインサイド言ったやつ、俺インサイドと思ってないから。宮下さんのドライバーの返し、まあ後で動画見たら分かる。嘘の最悪。ということでいいかな。はい、続きまして、旬765さんです、はい。動画配信お疲れ様です。自分はスプーン入れても使わないんで、はい、ドライバー2本入れてますと、はい。飛ぶドライバーと飛ばないドライバーって感じですね。一応飛ぶ方がエピックスター US モデル、ディアマナの BF70X45.5 インチ260ヤードから80。飛ばないのは GBB スピーダーエボリューションの661って感じです、はい。以前長尺化の相談させていただいた報告です。シャフトがなかなか見つからず、安く買えたディアマナ RF80S 47.5 インチ80入れてるんだ。半端ね。すごいね、この人のパワー。 80S、で 47.5 インチで試してました。バランス E8、 重さ335でしたので、フルスイングはできませんが、いい当たりも出てきましたので、
使えるように練習していきたいと思います。 TK4 小暮氏が言われたように軽めの硬いシャフトを探したいと思います。あんだけ長いと後ろの座席にいると練習できないのは悩みです。そんなことないよ、ね、そんなことない、そんなことない。でも場所によるんじゃない。まあそういう狭い練習場も中にはありますからね。ああそうか、うん、すごいね、いい足じゃシャフト折れないか。これだけ振れる人折れることないか。もうね、トレーニングだって。俺のあれ E6 だよ。いやだってあれはトレーニングじゃん。だからトレーニングのようなもんじゃん。トレーニング用だよね。でね、そんなこと言ったらさ、49インチ作ったじゃないですか、うん、あれ F1 だから。かっこいいね、F1 F1 だからフォーミュラ1 F1 大丈夫ですよ、折れないですよ。 F1 で打っても折れないんだよ、あんだけバンバン。まあそうだね、これ、まあ、この人も探したい軽めの硬いシャフトを探したいと思いますだから、うん、まあ、47.5 で使うんだったらちょっとそうした方がいいよっていうことで言っといたらいいね。これもうあくまでもう練習用だよね。でも自分が良かったらいいんですよ。ああまあそれはまあ絶対言うもん、ね、そう、自分が良かったら良くて、ただ一つ気になるのがそのスペックで打ってた時にアイアンがどうかって話。流れだからゴルフって、うん、そう思っちゃう。だからドライバーがかましたってスコアが作れないのアイアンじゃんみたいなところは流れてないじゃんっていう流れを見なきゃいけないから14本、まあ、パターでそして13本か。だって俺流れてねえじゃん。俺じゃあどうしちゃったらどうしたら。そのさ言い方なんなの。その言い方じゃあ俺どうしたらいいんですか。いや流れてる流れてる。どう流れてるの。パタードライバー一番軽いじゃん。バランスで言ってないもん、重量の話だから。あそういうこと。そういうこと。あそういうことね、うん、あじゃあ流れてるんだ俺のは。流れてますよ。じゃあいいや、うん、っていうことでこれはまあ自分、まあ、自分が良ければいいんだけど、このやっぱりスペック的にはその長尺使ってる人たちのスペックではないよね。ちょっと重すぎるトレーニング系のあれだよね。で、まあ、小暮が言うようにもうこれやった後にアイアン打ってみて、そのバランスはどうですかと。そうそうそう、ちゃんと打てますかと。そうそう、打ってたらもう OK というのでそれもチェックしてみてください。はい、佐藤トリッキーさんですと、はい、いつも動画配信ありがとうございます。最近テーラーメイドのテープ剥がしの傷が癒えたのでクラフトの質問させていただきます。ジャンボさんはサンドウェッジはシャフト硬くしていると伺ってますが、自分は真逆の柔らかめが好きで、工房の方に相談したら、うん、サンドウェッジに9番アイアンのシャフト入れちゃいなよと言われたので、うん、入れてみたのですがすこぶる良いのですが、はい、トリッキーなのですなので、うん、そういうふうに入れてるプロの方などはいるのでしょうか。トリッキーな質問で恐縮です。教祖と小暮の見解をいただけたら嬉しいです。トリッキーですよ。トリッキーだけどありです。あり、早く言ってもらいたいんでしょ。何が早く言ってもらいたいんでしょ。何が、俺は6番アイアンのシャフトだって言ってもらいたいんでしょ。ああ俺はね。そういや全然じゃない、うん、聞けば多分教えてくれますけど、うん、ステップの人がちゃんと見れば分かるんで、中にはその柔らかいの好きな人もいるで、宮下さんは6番アイアンです。いや俺硬いからね。あれ何インチカットしたの。このぐらい切ってる。切ってない、そんな切ったら入んないっつよ。宮下さんの6番アイアンはあれ先端2カットします。そうだ、もう何でもいいんだよ、棒だったら何でもいいんだよ、サンドは。いい球出ればいいんですよね。そうそうそう、で、まあ、この人もだいぶトリッキーだよね。9でノーマルカットだったらトリッキーだと思う。そうだよね。バンカーショットがちょっと気になるな。ね。硬いバンカーとか。ボーンっていきそうだもんね。うん、まあでも、それは好き嫌いあるからね。そう、自分が良ければいいです。うん、だから9番入れれてるっていうトリッキーなやり方も OK。OK ってことね。まあ、その代わりトリッキーですよっていうのは、まあ、名前にトリッキーって入ってるからね。っていうことでいいかな。はい、はい、続きまして。ちょっと今日、何時間喋ってんだこれ。タイムちょっと、いやタイムじゃねえ。ちょっとお前読むか。いいですもうだからもう、いや違うの、もうちょっとしたらもう充電なくなるから。
天野秀則さん、お疲れ様です、はい、今回見て思ったので質問させてください。小倉さん、教祖のゴルフは自己分析というのは最近分かりました、うん、自分の好きなスイング、クラブ、スペックと僕には勇気になりますが、正直お二人の自分のやりたいようにゴルフをやるのも良いのですが、うん、これはダメっていうのありますか。小暮さんの影響を受けてゲロンディも使ってますので、パワーフェードの打ち方も教えてください。ゴルフって好きにやるのがいいですけど、これはダメっていうのはありますか。あ、ゴルフはね、それこそだから学びなんですね。まあ、そう、マナー、もう本当だから、なんて言い方すればいいのかな。ちょっと紙に書いておかないと思い出せないよね。まず、まあ、ゴルフ場で、うん、グリーン上でさ、走らないとかさ、グリーン傷つけない、あと、ちゃんと目つじするっていうかさ、最近め、この間行ったさ、うん、あそこでした、うん、この間でした、目つじなかったよ。だから、うん、だから俺はあの寄せて、うん、あのターフ、まあターフ取れないんだけど、うん、今日、はいはいはい、もう、僕知ってます。こうやってクラブで寄せて、うん、こうやってあの踏んどいただけなんだけど、うん、目土乗せてなかった。だったら多分そういうコースは後から目土するんだと。プレーファーストの分かんない、分かんない、勝手に分かんないですよ俺。だって後でキャディーさんがやるもんね、はい、バーってやってるコースはもう初めから目土いいですよっていうことじゃない、乗ってないんだから、うんうん、いやそれが気になったからね、うん、だってそんなさ慌ててさなんかダフっちゃったりして進まなかったらさ目土いちいちできないじゃん。それはそれでさ、しかもキャディさんいないから、キャディさん、同業競技者がやるのもさ、ジャックジャックでも、それはもう 目つぶって、多分後でキャディさん、そういうことだよね。いや、それは気になる。やってくれると思いますよ。その辺はちょっとさ、前に、まあ、人に迷惑かけなければ楽しくやってください、そう、やりたいようにやってくださいね。うん、で、あと、じゃあ、パワーフェードの打ち方を教えてください。お前に憧れてゲロンディ買ったんだって。じゃあ僕のゲロンディの打ち方あるのよ。うん、パワーフェードの打ち方を教えてくれって。あんま俺そんなに言える立場じゃないんだけどね。まあ距離的にはね。うるさいっつうの。うるさいね。いいね、それが欲しかったね。するよ本当にさ。まあインフルで休んじゃったからさ。インフルのさ。いや行ってほしいんだよ、俺の30先に行ってほしいんだよ、ゴブレには。それゴルフバラバラになってやめるって言うやだもん。いや、まあ負けることはないんだけど。だからさ、よく言うよね。僕がゲロンディ使って意識してることは、うん、左肩がやっぱこうなんないようにして、左肩を粘ってそこにピタッと下ろすイメージ。ピタッ。こういうイメージ。イメージ？うん、イメージ。これに運動が加わるから、こう、タッってイメージ。宮下さんみたいになっちゃった。だんだんなってきたね。ピタッとくるから。だってさ、スケーンと質問のさ、回答がさ、俺ゲロンディここだけでも意識してんの。あ、左肩がこう、後方に行かないように、上に行かないように。もう左肩に行く。っていうことでいいかな。あ、もうこれ止めるイメージじゃないですよ。もう、この肩、この、まあやってみてくださいよ。ゲロンディでそしたらパワーヘッドする。パーフェクト。僕の目が今度それしたらパーフェクトになるかな。誰？俺。いや、宮下さん、ドダフですよ。うっせえや。なるわけねえじゃん。